それでビビると思ってんのか。ちょっと君ら、反抗的な態度取んないでよ。あ、そっちが突っかかってきたんだろうが。このガキ、俺様が礼儀ってやつ教えてやるじゃないの。いい加減に。はいはい、その辺にしとけって。なんだてめえ。あー、なんつうか通りすがりの正義の味方です。な、何この人、うさんくさ。何が正義の味方だ、ざけんなおら。おっと、急に転んでどうしました。いや、なんか一方的にぶん投げてたし。いやいや、百歩譲っても正当防衛だろう。ちょ、なんだお前、警察呼ぶぞ。俺がその警察だ。分かったらさっさと帰りな。え、警察。すみませんでした。あー、こら、こいつ置いてくんじゃねえよ。なんつう薄情な。まあ、そのうち目覚ますか。よ、お嬢さんたち、大丈夫だったか。いいってことよ。善良な市民を守るのが俺の仕事でな。気をつけろ、この男、おそらく公安だ。お、察しがいいな。ま、監視を知ってりゃそりゃそうか。ちなみにそこにも一人いるのは気づいてたか。バカ野郎、何考えて。悪い悪い、この酔っ払いの本を頼むわ。はあ、何なんだこいつ。怪しみ 200% 超えだな。その公安が私たちに何の用。そう怖い顔するなよ。ちょいと事情があってな。お前と折り入って話したいことがある。コーヒーでも飲みながらどうだ。そこはカレーも絶品でな。ごゆっくり。ごめんなさい、私たち警察が嫌いなんです。笑顔で言うな、笑顔で。で、警察が何の用だよ。用があるなら早く言ってください。わかったわかった、前置きはなしだ。本題に入るとしよう。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に出向中の捜査官だ。階級は警部補、それなりに偉い立場ではある。警部補って偉いんだな。オーケー、覚えた。あ、どっから声した今。まあいい、お前に聞きたいことがある。先日テレビ番組の中で柊木有栖への告白騒動があったのは知ってるか。まあ、だいぶ騒がれたからな。知ってて当然か。まあ、わけあって一応あれにも調査が入ったんだがな。事前に MC があんなことをしでかす様子はなく、アリスに特別な感情を抱いていた形跡もない。居合わせた女性 MC と先週婚約したばかりだったらしいしな。そもそも動機がない。で、警察は今こう考えてるわけだ。心の回答団による会心事件なんじゃないかってな。会心事件って、まさか。去年よく似た事件がたくさん起きたよな。人格の表現、異常行動、精神暴走。会心事件となれば容疑者の筆頭はお前だ。心の回答団のリーダー、釣りか催眠術かわからんが、テレビ局に対する威力業務妨害ってとこだな。このままだと遅かれ早かれお前は逮捕される。いや、なんで。ふざけるな、
何の証拠がある？ふざけちゃいないが、証拠はまだない。だから話を聞きに来たんだよ。で、ぶっちゃけどうなんだ？は？犯人はお前なのか？なわけねえだろ。だな。まあ俺もそう思ってたわ。ちょっと待ってろ。あ、もしもし、管理官？今、怪盗団のリーダーと一緒なんですが。聞いたところ犯人じゃないそうですよ。ええ。え、冗談？いやいや、至って大真面目で。いいから帰れ。わかりました。すぐ戻ります。ってことで、上司の説得を試みてみたんだが、お前がシロだって話、信じてもらうのは難しそうだ。今の電話、本当に？やべえ、何なんだこいつ。結局、何が言いたいのかしら？いくら冤罪だと主張しても、お構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。そうなったらお前も困るだろう。俺も事件が解決できなくて困る。そこで提案だ。俺と取引しないか？取引だと？俺は事件を解決したい。そのためにお前の持ってる情報が欲しい。今は解決の糸口さえつかめなくてな。ぶっちゃけ困ってる。そしてお前は逮捕されたくない。そうならないように警察に手を回してやる。どの組織も身内の話は信じるもんだ。効果は大きいぞ。お互いに協力できると思わないか？そりゃお互い様だろう。お前みたいな怪しい野郎の言うこと、能ある鷹は爪を隠すって言うだろう。俺もそういう口だからよ。自分で言うか。普通どうする？この男が信用できるのか見極めてから返事しても遅くないぜ。しかしよく泣く猫だな。にゃーにゃー。ま、答えは今すぐじゃなくていい。しばらく考えて返事をくれ。いい返事を期待してるぜ、怪盗団。それじゃあマスター、またカレー食べに来るんで。悪いが品切れだよ、あんたにはな。なせっしょうな。なんなのあいつ、言ってることむちゃくちゃだし。何本かネジの飛んだ男だったな。長谷川善吉、名前と似合ってなさすぎだ。でもあの人の言ってることが本当だったら、本気で逮捕されちゃうってことか？くそ、何が取引だよ、ただの脅しじゃねえか。でも問答無用で逮捕されるよりはマシよ。罠かもしれないけど、情報がないよりはね。ああ、警察が動いてるって分かっただけでもあの刑事と話した価値はある。問題はあの刑事がどこまで信用できるかってことだが。抜け目ないなお前は。だが慎重に考えよう。ねえお前ら、今度は何しでかしたんだ？何もしてない。ソジロは心配しなくていい。アリスってやつのことだろ。あの告白騒ぎがお前らの仕業だって疑われ。はい。てか濡れ衣なんだよ。悪いのは全部アリスってやつで。ごめんなさいマスター、また余計な心配をさせてしまって。
お前ら悪くねえんだろ。だったら堂々としてろ。濡れ衣は自分たちで晴らしな。おじさま、ご主人の言う通りだな。何かあったらいつでも。ありがとう、宗次郎。まずはアリスのことを何とかしよう。刑事の件はその後だ。アリスが真実を語れば我が輩たちへの疑いも晴れる。そっか、そしたら取引とかいらないもんね。しかし肝心のアリスの城にはこのままでは近づけないぞ。あの隔壁が厄介だな。何か困ってるか、力になるぞ。あの隔壁を開ける方法を考えてんだよ。それは私にも難しいな。双葉のハッキングはどうだ。隔壁につながった端末でもあればそこからどうにかできるだろうけど。端末？操作パネルだったら隔壁の裏にあったぞ。何？マジか。以前通った時に記憶した。間違いない。んなことよく覚えてたな。さすが愛で動いてるだけあるぜ。 AI だ。誰と話してる。気のせいだ、宗次。ったく、人の店をねじろにしちまいやがって。俺はぼちぼち帰るからよ。戸締まりは頼んだぜ。あんまり遅くまでやるんじゃねえぞ。ラジャ。ま、ほどほどにな。問題はどうやって双葉を隔壁の向こうへ連れて行くかだな。何人かで協力すれば登れないかな。無理な高さじゃなかったと思うけど。その間に敵に囲まれてしまうぞ。サーチライトもあったしな。誰かがおとりにでもなって警戒網に穴を開けるしかないか。おとりって、んな危ねえ役できるやついんのかよ。おとり役、おとり役か。さすがだぜ。お前ならそう言ってくれると信じてた。大立ち回りを演じてシャドウを目いっぱい引きつけてくれ。だけど危険なのは確かだよね。誰かサポートは必要じゃ。私がサポートする。先行して敵の一団を引き離しておく。そしたらお前の負担も減る。ノープロブレム。よし、作戦はこれで決まった。あとはチーム分けをするぞ。いいか、
仕事の時間だぜ。役に立つぞ。それでいいか。いくつ売る？誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？そうは言うけど、つけておこう。みんな、分担は覚えてるな。私とリュウジとモルガナがサーチライトの破壊だね。任せろよ、速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺とマコト、ハルが護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー、こんだけいりゃ百人力だ。必ず隔壁を開けてみ。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる、無理はしない。そして作戦の鍵を握るのがお前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜリーダー。行くぜお前ら、アリスの城への道を切り開くぞ。Yeah!
ただいている。この手で行く。シルキー奪え。今だ。ここか。来い。いただいていく。もらった。Thank you.
力士ピルキー、ヤッカルセール。行くぞ、ヤッカシルキー。この手で行く。Thank you.